無隣より庭園無隣より、東山区無隣よりは、山形有友の別邸で七代目、小川寺平の策定。無隣案と名付けられた山形邸は三つある。最初の無隣よりは、山形の郷里、長州、下関の草案である。名前の由来はこの草案に林家がないことによる。あるいは、論語、徳福子必ず有林徳はこならず、必ず隣あり、 にあるかもしれない。第2の無隣よりは、京都の木屋町2条に購入した別邸。そして第3の無隣案が、京都南禅寺三道前に造営した別邸で、無隣より会議の舞台ともなった場所である。本校では主にこの第3の無隣案について説明する。第2の無隣よりは、京都市木屋町2条、高瀬川の源流にあった。明治24年に購入。 山形有友の別邸、第三の無隣りよりは、京都府京都市左京区南禅寺のすぐ西側、琵琶湖疎水のほとりにある、南禅寺界隈別荘の一つ。敷地は三角形の形状で、広さ約3100平方メートル。現在は1941年に寄贈されて、京都市が管理している。その庭園は1951年6月9日、国の名称に指定された。 すきやづりのお屋、や、やぶうちりつばめ庵んうつしの茶室、レンガづり二階建て洋館、および広い日本庭園からなる。山形は、明治25年頃から準備をはじめ、1894年に、造営に着手、明治29年完成。洋館の設計は、二位のみ高まさで、明治31年に竣工。山形が、別邸無となり、庵をこの地に築いた背景には、 東山山麓の南禅寺、下河原一帯を別荘地として位置づけて発展させようとしていた当時の政財界の動きがあった。この一帯にあって広大な境内に達中が立ち並んでいた南禅寺は明治初期の廃物希釈で他の寺院と同じく寺領の上地を命ぜられ、境内の縮小や達中の統廃合を余儀なくされた。この時上地された寺の土地はやがて民間に、 払い下げられた。琵琶湖からこの地に至る琵琶湖疎水が計画され、第一期工事が明治23年に竣工する。京都市や京都府は、この東山地区を風地地区として、将来の別荘地とする方針をとっていた。無隣よりは、その別荘、別邸群の先駆けとも言える存在となったのである。無隣案に続くようにできた付近の別荘の策定も、7代目。 植地がその多くを引き受けることとなった。広い庭園は山形が七代目植地に作らせたもので、山形三名園に数えられる。東山を借景とし明るい芝生に、琵琶湖疎水を引き込み浅い流れを排した、地仙海遊式庭園で、近代的日本庭園の講師とも言えるものであった。その広さは、約3135平方メートル。明治時代の庭園の写真帳。 慶ー林船長には、野手に、富田新庭園の代表と、同時代の見聞録である、黒田天外の、俗考古海新録には、以後の庭園は、ことごとく無隣庵に習っていると記された。無隣庵の建物無隣庵の建物は、木造平屋建ての主屋、やぶうち流燕庵つばめを模した、茶室、レンガ造り二階建ての洋館からなる。素水の引き入れ無隣に素水を引き込む際、 防火用水の名目が使われている。琵琶湖疏水の建設には多額の税金がかけられているため、京都市としては、庭園のためでは許可できなかったためである。会議の行われた部屋、洋館2階この洋館2階の間は、しばしば洋人との会見に用いられた。日露戦争開戦前の1903年4月21日には、ここで、いわゆる、無隣料理会議が行われた。 その時の顔ぶれは、元老、山形有友、政友会総裁、伊藤博文、総理大臣、桂太郎、外務大臣、小村寿太郎である。当時、ロシア帝国は強硬な南下政策をとっており、満州のみならず、北朝鮮でも、勢力の拡大を進めていた。桂は、ロシアの満州における権利は認めても、朝鮮における、日本の権利はロシアに認めさせる。 これを貫くためには、大路戦争をも辞さないという態度で、大路交渉に当たるため、この方針への同意を伊藤と山形から取り付けようとしたのである。徳富祖法は、公尺、山形ありとも伝で、桂の意図を一家のように著述している。桂は、一方には、これの報告あり、他方には、露国の北朝鮮経営の警報に接したので、この際大路政策を決定するの、 最も急なるを痛感せざるを得なかった。思考してかつらが小損と図り、公の目形を得て決定したる方針は、六国の満州における条約上の権利はこれを任むるも、朝鮮においては彼をして我が帝国に十分の権利あることを認めしむるにあった。しかも我にして、この目的を貫徹戦と欲せば、戦争をも辞せざる覚悟なかるべからずというにあった。 この時カツは満漢交換論とも言うべき対論方針についてお伊藤と山形から同意を取り付けた。以下はその時の対論方針4個条である露国にして満州幹部条約を履行せず、満州より鉄兵せざる時は我より進んで露国に抗議すること。満州問題を基として露国とその交渉を開始し朝鮮問題を解決すること。 朝鮮問題に対しては、露国をして、我が優越権を認めしめ、一歩も露国に譲歩せざること。満州問題に対しては、我におて、露国の優越権を認め、これを機として、朝鮮問題を根本的に解決すること。この後、この満館交換論に基づく、大露直接交渉の方針は、山形、伊藤、大選松方、井上に、桂羅首相。 下村外相、山本外相、寺内陸相が出席した6月23日の午前会議に提出され、上の方針に基づいて対路交渉に臨むことが確認された。国内には当時すでに露国宇つ部氏の世論が高まりつつあったが、元老と政府首脳陣はまだ外交交渉によって戦争という破局を避けようと模索していたのである。ムトナリアン会議に関するカテゴリー。 ありがとうございます。